皆様こんにちは。未来へ継ぐ平和への願い、プレイフォーピースコレクション2021 in 長崎をご覧いただきありがとうございます。大変長らくお待たせしました。このイベントはファッションとアートを通じて長崎から平和のメッセージを全国に発信することを願って企画されました。そして僭越ながらオープニングで平和への願いを込めて歩かせていただきました。本日ご案内役を務めさせていただきます塩田美優と申します。どうぞよろしくお願いします。私にとって平和とは、それぞれの自由や考えを一人一人が持ち発信できることです。いろんな情報があふれているこの世界で自分の意見を言えること、趣味があったり好きな買い物ができること、戦争のない日常が当たり前にあること、平和って何だろうと考えた時にシンプルだからこそ難しく、でも今の日常に感謝できる大切な時間だなと思います。そして私と共にこのイベントを明るく盛り上げていただくキッズ MC のお二人をご紹介します。まずはさやちゃん。はい、高橋さや8歳、被爆4世です。私にとって平和とは、喧嘩や原爆がなく世界中のみんなが美味しいご飯を食べられる世界のことです。続いて元気のいい大賀くん。はい、谷口大賀10歳、私も被爆4世です。僕にとって平和とは、人と人とのつながりがあり差別がなく個性を認め合える世界であること、そしてみんなが笑顔であることです。今日はこの3人で元気にやっていきましょう。最後まで、せーの、よろしくお願いします。それでは早速ファッションショーを始めてまいりましょう。本日モデルさんたちの衣装はすべてテンボブランドです。テンボは年齢、国籍、性別、障害の有無を問わず平和への願いを込めて世界中にファッションを発信しています。今回デザイナーの鶴田孝文さんが一人一人のモデルの皆様をイメージしてデザイン、スタイリングしました。すべて平和への願いが込められた衣装です。23名のモデルたちの平和の思いに耳を傾けてくださいませ。せーの、それではファッションショースタートです。浦山まこちゃん6歳、被爆4世。私にとって平和とは、戦争がなくなって世界中の人たちが仲良く楽しく暮らせること、そして毎日笑顔で過ごせることです。長崎の街並みに広がるキリスト教の世界を表現したマリアの衣装で登場です。折り鶴のドレスを着てみたいと目を輝かせていたまこちゃん、とってもよく似合ってますよ。
まこちゃん、ありがとうございました。杉蔵さん、プレイフォーピースコレクションに賛同していただき、友情出演してくださいました。長崎の異国情緒あふれるキリスト教の街並みを表現したロザリオの衣装で登場です。杉蔵さんですが、去年おととし広島で開催されたこの平和を願うイベントに参加してくださり、今年はここ長崎でのご出演で平和の祈りを捧げてくださいます。それは杉蔵さんにとってこの時期における最も大切な活動の一つだとおっしゃっています。杉蔵さん、ありがとうございました。太田宇多菜ちゃん5歳、被爆4世。私にとって平和とは、みんなの気持ちが暖かくなる時や、パパとママと妹のヒーローちゃんと仲良しな時だと思います。着ている千羽鶴ドレスは、広島に世界中から届けられた5000羽の折り鶴が使用されています。好奇心旺盛で素敵な笑顔のうたのちゃん、元気よくランウェイを歩きます。うたのちゃん、ありがとうございました。ヒロくん10歳、渡辺そらちゃん8歳、渡辺タクトくん5歳、仲良し3兄弟です。私たち兄弟にとっての平和とは、兄弟3人で手をつなぐことです。そして影送りがいつでもできることです。衣装は渡辺3兄弟の応募理由に掲げてくださいました。影送りからイメージしてデザインしました。緑、青、ピンクの折り鶴それぞれが描かれており、今日も仲良く手をつないでのランウェイです。
まひろくん、そらちゃん、たくとくん、ありがとうございました。はるた、あんなちゃん、6歳、被爆4世。私にとって平和とは、お互いの違いを認め合い、助け合って生きることです。自分と違うところがあっても、それいいね、と言いたいです。そして、困っている時には助けてあげたいです。イラクの小児がんの子どもたちが描いたアートに平和への願いを乗せてデザインした衣装です。自分と同い年の子が描いたデザインに感動し、アラビア語でありがとうと書いてきてくれました。アンナちゃん、ありがとうございました。岩永野中ちゃん、7歳、ダウン症候群の女の子です。私にとって平和とは、大好きな家族と一緒に笑って楽しく過ごす毎日です。幸せは人の心の中から生まれるもの。人を思い、人に寄り添い、人を認める優しさを持つ子に育ってほしい。ダウン症を持つ娘は生まれ持った優しさでそのことを教えてくれています。今日はお友達や先生はじめ、遠くからもたくさんの人が見守ってくれています。今日の挑戦がまた新たな一歩につながりますように。光り輝く北極星に平和の願いを込めたデザインです。ののかちゃん、ありがとうございました。林美織ちゃん、6歳、被爆4世。林木の葉ちゃん、10歳、被爆4世。仲良し姉妹です。みおりちゃんにとって平和とは、家族の住む町が幸せであること、お友達の住む町が幸せであることです。このはちゃんにとって平和とは、一人一人の個性が否定されずにみんなが仲良くできることです。
平和を願う星迷彩とラブ迷彩のプリントのドレスです。手書きの星とハートで描いた迷彩柄は戦争を消化する願いが込められています。妹のみおりちゃんはちょっぴり人見知り、姉のこのはちゃんと今日は仲良くランウェイです。みおりちゃん、こなはちゃん、ありがとうございました。小林はじめくん8歳被爆4世、小林つばきちゃん11歳被爆4世。はじめくんにとって平和とは怖いなと思う日がないこと、毎日楽しくみんなと笑って過ごせたらいいな。つばきちゃんにとって平和とは戦争や核のない世界、コロナによる不安がなく、いじめや虐待に怯えることのない平和な時間を大好きな家族や友達と過ごせること。もし困っている人がいたらみんなと助け合って笑顔になれる人が増えることです。広島と長崎の両方で被爆しているという血縁のある2人です。尊い命のバトンがつながっています。はじめくんの衣装は広島をイメージ、原爆ドームのレンガを新時代にかける虹の橋をイメージし、レインボーカラーの希望のレンガにしました。つばきちゃんの衣装は平和への願いを伝える大天使ガブリエルをイメージしました。入院している92歳のひいおばあちゃんに自分たちの頑張っている姿を見てほしいと話していました。はじめくん、つばきちゃん、ありがとうございました。木田蓮奈ちゃん13歳被爆4世。私にとって平和とは日常です。何気ない毎日が送れること、朝起きて家族におはようと言えること、友達と学校で笑って過ごせること、この日常が私にとって平和だと思います。森の精霊をイメージする衣装に千羽鶴の生地がきれいになびいているデザインです。モデルに憧れているというレンナちゃん、
今日は堂々とランウェイを歩きます。レンナちゃん、ありがとうございました。青柳智子さん、私にとって平和とはそれぞれが好きな音を鳴しながらもお互いの音を聞き合うことで美しい音楽を奏でられる世界です。ラピスラズリの神秘的な世界観で平和へつながる幸運の道を切に願います。小さい頃から音楽が大好きで、休日は教会でパイプオルガンを弾いているそうです。20年間音楽を続けてきて、これからは大好きな音楽と芸術で平和な長崎を作っていきたいと話していました。智子さん、ありがとうございました。石丸ひろしさん、私にとって平和とは世界中の人々が何にも縛られず、のびのびと自由気ままに生活できることです。長崎県全体が人であふれ、多くの笑顔が生まれる町へ戻る日が来ることを心から願っています。平和を願う星迷彩柄のメンズドレスが石丸さんの思いを引き立てます。生まれ故郷である長崎に少しでも貢献し、たくさんの方々に戦争と平和へ興味を持ってほしいと話していました。ひろしさん、ありがとうございました。永田真奈美さん、16歳。平和イコールは多くあります。でも平和の反対はありません。あってはならないのです。平和とは考えるだけで難しく、奥深いものだと思います。だから私は平和について学び、考え、発信できる。今、こうやってファッションショーに出演できるというこの環境そのものが平和だと思っています。衣装のテーマはアース。世の中の大小さまざまな争い事など、地球規模で考えてみると些細なこと、誰よりも大きく
深く広い器で物事を捉えていくことの大切さを伝えるデザインです。長崎でモデル活動をしているまなみちゃん、この活動を通して長崎から世界へ平和を発信していきたいと話していました。まなみちゃん、ありがとうございました。東高政さん、被爆三世、私にとって平和とは許すことだと思います。愛を持って相手もしくは自分を許すことで争いや憎しみの連鎖を断つことができると思います。長崎に投下された原子爆弾のファットマンをイメージした衣装を着用していただきました。戦火と向き合い恒久平和を願うデザインです。ファッションショーの発信力を生かしてさまざまな人に私から勇気を与えられたらと話していました。高政さん、ありがとうございました。小渕凛太さん、被爆三世、私にとって平和とは考えや意見、感じ方は一人一人違う。そんな相手の思いを受け止め尊重し合い伝えることができる世の中であることだと思います。平和の星迷彩ドレスの内側には1万羽の千羽鶴を使用しています。この千羽鶴は長崎そして広島に世界中から届けられている千羽鶴を使用しています。被爆した祖父から成人になって当時の話を聞いた凛太さん、現実に起こったことを重く受け止め平和を発信していきたいとお話ししていました。凛太さん、ありがとうございました。
しきみさん、被爆2世。私にとって平和とは、何気ない日常で当たり前のように交わす、おはよう、元気、お疲れ様、ありがとう、明日もよろしくね。そんな言葉が言える毎日がずっと続いていくこと、私が願う平和です。この壮大な千羽鶴ドレスは6年前の戦後70年の節目に生まれたドレスです。広島に世界中から届けられている千羽鶴を1万羽使用し仕立てられております。被爆された98歳のお父様が心から願っている平和を被爆2世として思いを伝えていきます。しきみさん、ありがとうございました。本田若葉さん、16歳。私は何気ない日常が平和だと思います。家族や友人と挨拶を交わしたり、思いっきり笑ったり、時に悩んだり、そんな何気ない日常を大切にしていきたいです。千羽鶴のプリントが綺麗に舞い上がるデザインです。背中の千羽鶴は長崎に届けられた千羽鶴を使用しています。人前に出ることが大好きだという若葉さん、素敵な笑顔でランウェイを歩いています。若葉さん、ありがとうございました。志田オリビア心ちゃん2歳、被爆4世。志田千尋さん、被爆3世、親子で出演していただきます。娘が思っているだろう平和は、お父さんとお母さんに挟まれて手をつなぎ合って笑顔で過ごせることです。母の私が思う平和とは、敵意も悪意も敵意もない温かい心を持って毎日を過ごせることです。衣装のテーマはオリビア。モデルのオリビアちゃんと出会いデザインさせていただきました。平和の象徴でもあるオリビアという言葉を大切にし、未来へこの衣装の尊さをつなげていきたい思いを託しています。
活発で思いやりのある優しい心ちゃん、今日は大好きなお母さんと一緒にランウェイを歩いています。お父さんも登場です。家族3人揃ってランウェイを仲良く歩きます。心ちゃん、お父さん、お母さん、ありがとうございました。今年8月9日に長崎で世界へ向けて祈りを捧げさせていただきます。原爆、潜伏キリシタン、大水害、幾多の想像を絶する悲劇を乗り越えた日本随一ともいえる異国情緒あふれる美しい町長崎、この地の皆様の勇気と誇りを心から称えたい、そして寄り添いたい。今日共に平和の祈りを世界へ捧げさせていただきます。苦悩の時代を生きる今、長崎の願いと教授を世界へ伝えるために、そして二度とおぞましい愚行を繰り返させないために。衣装のテーマは秘伝雪のサンタマリア。長崎の潜伏キリシタンの歴史的背景を表現したドレスです。背中から覗く絵は雪のサンタマリア。長崎市にある日本26聖人記念館に飾られている絵画で、キリスト教の禁教の歴史を物語ります。雪のサンタマリアは姿形を全く変えることなく、ありのままの姿で禁教下で耐え、隠れ続けてきました。この絵が歴史的弾圧に屈することなく現存しているということに、人々が命よりも大事にする存在の偉大なる尊さを感じずにはいられません。光に陰る中に見出される切なる希望は、未来につながる平和への希望となります。杉蔵さん、ありがとうございました。関口舞ちゃん、
11歳。私にとって平和とは、核兵器や戦争がないことだけではなく、いじめや争いがないことや、みんなが楽しく過ごせて平等に過ごせる世界だと思います。衣装のテーマは、他がために平和の鐘は鳴る。この衣装は関口舞さんが今日のために一からデザインしました。ファッションデザイナーを夢見る舞さんに最後のデザインを託しました。緑色の生地は長崎出身画家の田川誠さんが描いております。長崎の鐘からイメージしたドレスの平和の鐘の音色を世界中に響き渡るまで優しく鳴らし続けます。高級平和を願って。せーの、それではフィナーレです。そして展望デザイナー鶴田貴文さんです。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。改めて今日ランウェイを歩いた全てのモデルの皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。それぞれに込められた衣装への思い、皆様伝わったでしょうか。キラキラな笑顔が皆様に届きますように。この後はトークショーをお届けします。こちらの方を進行してくださいますのは、プレイフォーピースコレクション2021 in 長崎の主催者の一人でいらっしゃいます浅田真澄実行委員です。どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆様、改めましてこんにちは。今オンラインなどで多くの皆様に見ていただけているのではないかと思います。実行委員の一人であります
そして私も被爆2世であります浅田真澄と申します。よろしくお願いいたします。今回私たちはこのコロナ禍、そして、台風も押し寄せていた長崎で、今日無観客にはなりましたけれども、このようにきちんと多くの皆様に見ていただけるようなショーが作れたことを非常に嬉しく思っておりますし、多くの関係者の皆様にまず感謝の気持ちをお伝えさせていただければと思います。本当にありがとうございます。今回のこの Play for Peace Collection 2021 in 長崎は、今皆様にご覧いただきましたショー、そしてこの大きな6メーター×1.8 メーターのアート、こちらで成り立ちます。今私と共にステージの方に立っていただいておりますのが、画家長崎出身の田川誠さん、そして田川さんのアートディレクターでもあります深澤真也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずお二人から簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。マイクが入ってませんね。大丈夫ですか。失礼しました。長崎出身で被爆三世の画家田川誠と申します。本日8月9日、私どものこういった平和のアート、この素晴らしい機会に飾っていただけて大変光栄に思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。深澤さん、お願いします。田川のディレクションをしております深澤と申します。今日このようにですね、8月9日この長崎で迎えられましたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のこのアートワークなんですけども、皆さんにぜひご覧いただきたいのが、これは多くの方々に参加をいただいているんです。田川さんと深澤さんだけで作り上げているのではなくて、600人以上、700人以上になりますか、ハンドスタンプが集められまして、全国各地の皆様方がハンドスタンプ、手形ですね、それによってこの絵が完成されているんですけれども、今回どのような気持ちでこの作品をまず作ろうと思ったのか、この作品に込められた思いというものを教えていただけますか。はい、今回は8月9日に向けて日本全国各地から平和への祈りが込められたハンドスタンプを募集しまして、それで700枚以上集まったその大切な手形をお預かりし、一つのアート作品に仕上げるという、そのいろいろな方々の思いをこの長崎のこの8月9日この地に集めてアート作品にさせていただくということを本当に大切に取り組ませていただきました。はい、本当に北海道から熊本、いろんな地域の方々が、ご参加をいただいたと聞いております。ここは非常に今回長崎らしい蛇踊り、なぜこの蛇踊りを選んだんですか。はい、長崎はやはり蛇踊り文化が豊かということで竜を描かせていただいたんですけれども、実はこの松ヶ江から見えるですね、景色にこんぴら山という山があるんですけれども、こんぴら権現という神様は実はインドでですね、ワニの形をしているらしくて、それが日本に伝来した時に竜の姿になったそうです。ですのでこの右側に、松ヶ江から見える右側にこんぴら山、長崎港に住む人魚、そして長崎港は鶴の港と呼ばれていますので、鶴、そういったこちらから見る景色が描かれたものになっております。なるほど、ここの絵の中にしっかり長崎らしい景色というものが描かれてるんですね。今語っていただきました深澤さん、実はまるで長崎のことをよく熟知してらっしゃるようなんですが、静岡出身。はい、そうです。田川もですね、長崎出身なんですが、今は静岡在住ということで、2人で活動をしております。もうすっかりと長崎のことを、もしかして田川さんよりよくご存知なんじゃないかなというふうに感じましたけれども、この、長崎出身の田川さんは被爆三世でもあり、お父様からもいろんな教えを、過ちは繰り返してはならない、
それはきっと戦争に対する思いなどが込められたのではないかなと思うんですが、そういった教え、平和に対する思いというものを子どもの頃からどのように感じながら、そしてそれをこうやってアートに込めて発信しようというふうに考えてきたんでしょうか。僕自身が学校で平和教育を受ける中でですね、なかなか目を塞ぎたくなるようなそういった歴史、そういったものも大いにあるテーマだと思います。ただそこから一歩先の未来に向けた平和というものは、皆さんにとって本当に目の前にある家族と仲良く暮らすことであるとか、そういった本当にこの日常にあるこの平和を改めて実感することが大切なんだなということを今ここで本当に実感させていただいています。そうですね、今日23人のモデルの方たちが参加をしてくださいました。多くの皆さんがおっしゃったのが非常にシンプルで、この日常、今感じられているこの幸福感というものを続けていきたいということだったかと思うんですね。で、まさしく田川さんがおっしゃったように、私たち長崎に生まれ育った人間は小さい頃から平和教育というのを受けていて、多分全国の中でも8月9日には特に平和を考える時間というのがあるんですが、深澤さんはどうですか。はい、私が住む静岡県沼津市はですね、実は空襲がございまして、私の母もですね、空襲で家が焼け出されて、まあ、住む家がなくなって避難したということを教えてくれることがあります。ですので私はですね、長崎の原爆、広島の原爆という話を聞いてですね、すごく身近に感じたのをよく覚えています。そうですね、どうしてもその原爆という言葉が先になってしまうかと思うんですけれども、そうやって全国どこでもやっぱり戦争の戦火にいろんなことがそれぞれの方々が受けて、そしてそれをどうやってつないでいくかというのは日本全体の問題でもありますし、いろんなことをこうやってアートに込めながらまた考えていただきたいなというふうに感じております。そしてこれは昨年からも続いているということで、昨年の絵の方も飾っていただいておりますから、そちらの方に移動したいと思います。ちなみにこのハンドスタンプですね、今回私たちは長崎市の平和文化事業にも認定されてますが、ここに長崎市長田上富久市長のハンドスタンプや長崎県知事中村報道知事のスタンプなども掲げられております。そして、続いては、昨年広島の方で飾られた絵を皆様にご紹介をさせていただければと思っております。こちらの絵は沖縄、広島、そして長崎、この3つの地域、やはり戦争によって大きく影響を受けたところですが、昨年のこの絵のこのテーマというのは何だったんでしょうか。はい、昨年はですね、広島の子どもたちと一緒に描くということで、沖縄の夜空、そして真ん中の長崎の鶴の港、そして、左側のですね、まあ、平和の象さんという広島をテーマにして3つのテーマを、描かせ、子どもたちと一緒にですね、描かせていただきました。いいですね、子どもたちと一緒に描いていただいたということで、これはとても子どもにとってもすごい害のない、その画材を使って描いていただいている。今日たくさんの皆さんが、歩いていただいた窓際にもすごい素晴らしい絵を描いていただいておりますが、そういったもので描かれているんですよね。そうですね、こちらの画材キットパスとですね、あと今年はリキテックスという素材を使って描かせていただいたんですが、やはり発色の良さが素晴らしくてですね、子どもたちの弱い力でも鮮やかに色が出るということで、子どもたちもとても喜んでいました。本当に沖縄、広島、長崎という形ですごくこう色鮮やかな、戦争というとこう暗いイメージがあるものをこれだけのね、発色を持って、なんか未来にしっかりと伝わっていく感じがあるんですけども、田川さんどうですか。実際これを描かれた時のお気持ちを思い出していただいて。はい、子どもたちと一緒にお絵描きするワークショップの時に
子どもたちからたくさんこうエールというか応援をもらうわけですね。僕が仕上げ作業をしているとここはこんな風に塗るともっと綺麗だよとか、ここにはお花や蝶々がいるとか教えてくれたりしたんですね。まあ、それをあ本当にそうだなって、あ本当だ見える見えるというように、まるで子どもたちと一緒に同じようなイメージを思い描いてそれを描かせていただいているような、そういう本当にありがたい体験をさせていただきました。きっと子どもたちにもこの絵を描きながら本当に平和って何だろう、日常自分たちが今与えられていることって何だろうということを感じる時間になったのではないかなという気がしています。実は長崎の中でも、子どもたちと一緒にやりたかったわけですが、残念ながらこのコロナというまた違った意味での有事に際して今回はアートスタンプという形になりました。またいろんな形でこれからも田川さん深澤さんには平和のアートを通した平和の発信を続けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お二人に大きな拍手ありがとうございます。それでは続いてのコーナーへと移らせていただきたいと思います。皆様、画面でもご覧いただいているかと思います。モデルが歩いているところにあるこのランウェイも折り鶴で作られております。これも長崎、広島、沖縄の、資料館などからいただいた、こういった鶴を今回はですね、長崎の北港茶道部の方、そして、上町にあります、児童館、あ、北保育園の児童クラブの方、そして、いろいろな、子どもたちがですね、一つ一つ大きく鶴が手をつなぐような形でこれはできているランウェイになっています。一つ一つの平和の願いをしっかりと鶴が手をつなぐことによって皆さんに伝えたいということで、こういったさまざまな多くの方々にも参加をいただきながらランウェイを作らせていただきました。そしてそれを今回参加していただいている保護者の皆様方に手伝っていただいて今日のこの素晴らしいランウェイが完成しております。それではここからまた続きまして皆様と共に改めて平和を考えさせていただく時間というものを設けさせていただきたいと思っております。それではご紹介をさせていただきます。パネルディスカッションのテーマは未来へ継ぐ平和の願いです。それではパネラーの皆様をお呼びいたしましょう。本日の素晴らしいすべての洋服デザインをしてくださいましたテンボデザイン代表の鶴田貴文さんです。続いて今回のモデルを代表いたしまして本田若葉さんです。続いて被爆2世の三重式美さんです。最後にご自身も被爆4世であり本日の MC を務めていただいております塩田美優さんです。それではここから改めて平和についてまた皆様と共に考えていただきたいと思います。まずは今回の主催者の一人であります鶴田さん、ようやく私たちにとってはいろんなことがありましたけれどもこの会をまず長崎で、開催することができました。今の思いなどもお聞かせいただければと思います。はい、そうですね、改めてと主催者の一人として今回8月9日に長崎で平和を願うファッションショーを開催できたことを本当に関わってくださる皆様応援してくださる皆様のおかげで
なんとか開催することができました。誠にありがとうございます。で、当然今コロナ禍ではあります。コロナ禍でギリギリまで開催する決断というのは実行委員会の方で昨日までずっと考えておりました。で、今回は無観客開催ということで、今椅子に座ってご覧いただいているのは保護者関係者のみになっております。本当は一般観覧のお客様、楽しみにしてくださっていた方々にお見せしたかったのですが、苦渋の決断をさせていただきました。ご了承くださいませ。そして8月9日今日の午前中には平和式典が開催されておりました。で、私どもにとったらやっぱこのイベントそのものは平和の式典と同じぐらいの気持ちで開催しているものとなります。それがファッションショーで、すごくいいんじゃないかなと私的には思ってます。このような形での今日一日楽しかった、なんか衣装着れて嬉しかったっていう日が8月9日であってもいいんじゃないかと私は思って開催させていただきました。ありがとうございます。さまざまな人に対しての平和の思いというものがあるかと思いますが、本当に今日ここを開催できるということ自体もまずは平和でないと開催できないということですよね。そうですね。はい、皆様にそれぞれお話を伺いたいと思いますが、今日被爆2世として参加をいただいております三重しきみさん、いかがでしたか？歩いてみて。思ったよりもとてもいい気分で歩くことができました。待ってる時間に一緒に出演する皆さんたちとほとんどはもう年の差は文十歳もあるんですけども、その人たちと一緒になれて、このファッションでお一人お一人と一緒に平和を発信できるというこの場にいさせてもらったことが私にとってとても平和だなという、そういう思いでした。そうですよね。本当に毎日いろんな方たちと言葉を交わすことが、三重さん自身の平和であるというお言葉も以前頂戴しておりましたけれども、今日はまさに本当にお会いしたばかりのモデルの方たちがそうやって言葉を交わせる、これも本当に平和だなっていうふうに感じます。そして、16歳、高校生で参加をしてくださっております、本田若葉さん、いかがでしたか？昨日のウォーキングの練習でも今日のリハーサルの時もすっごい緊張してて、でも本番そこの出てきた時に父と母の顔が見れてすっごい安心して笑顔で歩けることができたのですごい良かったです。そうですね、今ご両親の顔を見て安心して笑顔で歩けた、これも本当に平和なことだなというふうに感じます。そしてご自身自身も、被爆4世であります塩田美宇さん、いかがですか？今日 MC をしながらいろんな平和を感じ取っていただけたのではないかなと思いますが。そうですね、打ち合わせの段階から携わらせていただいて、こう実際に皆さんが着ているファッションもそうですし、こうなんか一人一人にこうそれぞれ平和への感じ方とか思いとかがとても私自身も考えさせられたというか、なんかこう長崎から世界へっていう言葉で本当に大切だなっていうのは今日すごく感じています。はい、ありがとうございます。鶴田さん、今日私はその朝から式典にも平和式典にも参加をさせていただきました。その中の平和宣言の中でも長崎をやっぱり最後の被爆地にしたいという願いというものが、非常に訴えられたんですね。で、今回最初から私たちはそれをテーマにという話もありましたけれども、たくさんの23人の衣装にいろんな意味が込められていると思いますが、はい、ご自身が特にこう長崎だからこそ考えたっていうようなことってありますか？そうですね、今回は長崎、去年までは広島で開催してたんですけども、長崎というのは、最後の被爆地であるっていうところはものすごく自分の中では大きかったんですね。最初も大きいです。で、最後というのを非常に大きく受け止めながら、戦火を最後にするためにこの平和のファッションショーでそのような歴史を
考え直すということを一つ一つの衣装に込めました。今回出した衣装は全てが平和へのメッセージが込められています。もともとそういうコンセプトで作っていない服にすら、今日も舞台裏で保護者の皆様とかいろんな方々に折り鶴を衣装に縫い付けてもらったりとか、それによって普通の服が平和を願う服に変わる、そのような瞬間が今回特に力を入れて平和と向き合ったことではあります。ご自身もやはり衣装を一つ一つ作りながら改めて平和に思いを寄せられるんだと思うんですけれども、こうやって多くの皆さんが一羽一羽折ってくださった千羽鶴、これ何羽つけられてるんですか、みえさん。1万羽というふうにお聞きしました。長崎、広島、それから沖縄の方たちの思いがこの一つ一つに込められてるんだなというふうに、最初重かったんですけれども、はい、その重さを平和の重さだと思って受け止めました。そうですね、1万羽という数はかなり重いだろうと思いますが、本当にいろんな方々の思いが込められた素晴らしい衣装だと思います。これを作ろうと思ったきっかけっていうのは鶴田さんあるんですか。はい、千羽鶴がすごく嬉しいことではあると思うんですが、世界中から平和を願う思いが強すぎて、広島、沖縄、長崎とかにはたくさん届きすぎているんですね。でそれはやはり平和を願う気持ちと比例していると思います。ですがやはりそれが届きすぎていて、それをどうしようかっていう考えで再生紙にされたりとかしているんですが、私はこのご覧のようにありのままの千羽鶴がものすごく素敵だと思ったので、これを衣装にした方がそのままの姿で伝えられるんじゃないかと思いまして、もうすぐ名刺交換した時に再生紙を使われてますってものを見た時に、あ、再生紙にする前にドレスにさせてくださいって思ったのがちょうど6年前でした。それが6年前、はい、でもそうですよね、今こそこういろんなところで SDGs という言葉が使われていますけれども、それ自体が今回のこのイベントにも非常に含まれているなという気がしております。はい、はい、このミューさんの衣装はどうでしょう。真っ白の、また他の皆さんとはちょっと違う感じですけれども、はい、そうですね、ビアンカという名前の衣装で白を意味する言葉になります。で何色にも染まるので、じゃあこれのままだけだったら白という衣装なんですが、今回折り鶴をここに並べてます。胸元に並べて縫い留めてあるんですが、この折り鶴の一羽一羽も広島、長崎、沖縄に世界中から届けられた千羽鶴の中の一部を使っております。こうすることによって白が平和色に染まるという一つの表現でもあります。そうですね、本当になんか素晴らしく、皆さんからすると普通こうファッションショーって衣装があって、こうモデルの方を選んだりとかと思われるところもあると、今回皆さんもそう言ってたんですけども、鶴田さん自身がお一人お一人とモデルの方とお話をして、はい、モデルの方自身がどういうふうに平和をそれぞれが感じてるかをしっかり聞き取っていただいての衣装ですよね。そうですね、モデルさんを輝かせるために衣装を添える、さらに今回は平和へのメッセージと願いを志望動機の中から汲み取って、それを衣装に乗せて背中を押すというところまでを考えた上で、足りない人はさらに作らなきゃいけないなということで新作もたくさん作りながら、まあ、本番ギリギリまでずっと今日も縫ってたんですけど、それで向き合い続けました。若葉さんの衣装はどうですか。これはまた、はい、で千羽鶴ですよね。後ろに千羽鶴がぶら下がっているんですけども、こちらの千羽鶴も今回長崎に届けられている千羽鶴の一部を使ってます。で三重さんの服もそうなんですが、やはり折り鶴ですのでどん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 劣化して取れていきます。取れていくたびに、最初は広島の1万羽のドレスだったんですが、今は広島、沖縄、長崎が混ざってます。で先ほども一つまた長崎の千羽鶴を追加しました。でそのようなものをプリントしたのがこちらのドレスになってます。もうありとあらゆる平和への思いが込められていて、あとはヘッドドレスとかもそうなんですが、この髪飾りも広島、沖縄、長崎に届けられている千羽鶴の一部を使ってデザインを
協力させていただきました長崎県美容専門学校の方々にたくさん協力していただいて、このような素敵な輝く一人のモデルが誕生しています。本当ですね。今回はたくさんの長崎県美容専門学校の学生の皆さんも、普段だったら文化祭があったりいろんなファッションショーがあるということなんですけども、そういったこともこのコロナでできなかった中で、このショーにいろいろな思いを、平和をそれぞれが考えてきてくださって、それをメイクやヘアドレス、そういったものに表現をしてくださったっていうのもとっても嬉しいなというふうに感じています。今日ですね、実は若葉さん、私その式典に行ったんですけども、式典の中で最後に被爆者の方の、被爆を経験した方の、平和の誓いということでお話をしていただく方が毎年いらっしゃるんですが、今回は93歳の女性が最後にご挨拶をくださったんですが、その93歳の方はまさしく若葉さんと同じ、まあ、例えば今日たくさんいらっしゃる美容学校の専門学校の皆さんと同じように勉強を勤しんでいた看護学生の時に、この8月9日を迎えたというお話がありました。先ほどその手記の方も読んでいただいたんですけれども、どのようにお感じになったか、皆さんに感じたこととか思ったことがあればご披露いただけますか。はい、読んですごく、私は今16歳なんですけど、たくさん父と母にサポートしてもらって今生きているので、すごく16歳って私の中ではまだ未熟だなって思っていて、そんな16歳の方が看護学生として被爆者の方の手当に救護に当たったりして、読んでみると逃げたくなったなる時もあったと書かれていて、すごく想像してもしきれないような状況だったんですけど、だからこそ被爆者の方の思いを私たちが今できることとして伝えていくことが大切だなと思いました。ありがとうございます。実は式典の中で文章を読んだ時に、同じ年の若葉さんの顔が私もすぐ浮かんで、この文章を読んでいただきたいなと思って読んでいただいて、今ご自身もご両親に対する感謝の思いだったり、どうこれからつなげていけばいいかなというようなことをまた感じていただいたのも本当にありがたいなというふうに感じました。ミュウさんはどうですか。今22歳ですよね、はい、今日は本来だったら被爆を経験しているおじいさまおばあさまもこちらに来てくださる予定だったんですけども、コロナということで来ることができなかったと思うんですが、日頃そういうご家族でお話ししたりすることありますか、おじいちゃまやおばあちゃまと。そうですね、被爆についてはあまり話したくないという思いがちょっと強くて、でも私は私なりにその学校も原子爆弾が落ちたところから近いところだったので、やっぱりこう平和を身近に感じることができる環境にある中で生きてきたので、それこそどう平和を伝えていくべきか、平和を伝えるってすごくなんか難しいなと思っていて、なんかこう頭では分かっていても、じゃあどう行動に移すのかとか、そういうことをもうしっかりと考える機会になったので、今は SNS もすごく発達していますし、自分にできることをしっかりと考えて次の世代に伝えていくことが私なりの使命だなと思っています。今回のこのイベントをきっかけにまた新たな気持ちになっていただけたというのは本当に
嬉しいなという思いで、いっぱいであります。実はですね、去年は鶴田さん、もっと小さいお子さんたちがたくさん参加をしているショーだったんですよね。はい、去年は18歳までの年齢制限で子どもたち限定でファッションショーを開催させていただきました。で、今年に関しては年齢制限なしで老若男女問わず、そこが大きな違いだと思います。より被爆2世の方だったり、はたまた1世の方からのご応募も今回ありました。ですので本当の意味ですごく深く濃く尊いモデルさんたちが揃ったファッションショーですね、今回は。そうですね、主催者の一人として私自身がものすごくこだわったことが、実はある一定のこれを経験することによって、これから例えばもっといろんな若い人に出会うことがあったり、自分が子供を産む方たちとか、いろんな方々が直接的に平和というものを発信していって伝えられる、そういった世代の方に今回長崎では出ていただきたいなということをこだわらせていただいて、昨年よりは世代的には上の世代の方が出ていただけているのではないかなと思います。そんな中でやっぱり出ていただいた皆さん自身がこうやって若葉さんとか美優さんとかいろいろすでに感じ取っていただいていることがありがたいなという思う一方、美恵さんは今一世のお父様が90歳を過ぎて98、もうすぐ100歳ですよね。その一世のお父様、今ちょっと介護の状況に入っているということで、そのお父様にも向けた思いがあって参加をされたというふうにも伺いました。いかがでしょう。そうですね、父の時代にはやっぱり原爆って被爆したっていうことがこうなんか蓋をされてたような、そういう環境で、あったと思うんですね。で、私自身も佐賀で生まれましたので、平和教育などは受けておりません。佐賀は隣の県なのにもう平和教育などは一切ないんですね。ですから今日っていうかこのお話を、いただいた時に、やはり長崎と広島だけではなくて、やっぱり世界中でもう一度この平和のことについて、1年に1回8月9日をもう日本中で、まずは日本中でこの平和の思いを皆さんに伝えられたらいいなという、そういう思いでしたね。はい、そうですね、ありがとうございます。いろんな形でそれぞれの平和があって、今はこう SNS とかも発達してきて、きっとこれも世界に発信をされることになるでしょうし、またこの後鶴田さん英語の方にも訳をしていただいて、海外でも見ていただけるようにしようということになってますものね。はい、そうですね、英語通訳の方も、英語翻訳ですね、それもこの動画に後ほどつけさせていただくので、世界共通に楽しめるという状況を作りたいと思います。世界の方にとったらどういうふうに映るんでしょうね、この折り鶴のドレスというものも。そうですね、新しい価値観が生まれるのではないかなと思います。折り鶴との向き合い方が、こういう形の向き合い方もあるんだっていうのが、今回参加してくださったモデルの保護者の方々からも伺ってます。身近な存在であるのに、実はその気づいていない、こういうふうに洋服にもできるんだっていうところとかも、新しい発見がどん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 広がっていければいいかなと思ってます。そうですね、まさか私も折り鶴がドレスになるなんてって、実は鶴田さんと私の出会いも3月の終わりで4月で、そこからこうバタバタとこの長崎での開催を決めたわけですけれども、折り鶴をドレスにするんだというのは正直ありましたし、その届けられた、さっき鶴田さんが言った何年も経っていったらやっぱり折り鶴も破れたりとか、破棄されてしまうようなことがあるんですけど、こうやってランウェイで並んでるのも素敵ですよね。こういうふうな形に折り鶴が生まれ変わるんだなと、きっと見ている方々にも伝わっているのではないかなという気もしますけれども、この発想も鶴田さんだったわけですよね。そうですね、折り鶴ランウェイは去年思いついたですよね。折り鶴でランウェイができたらいいなって思ったんです。で、
テンボのブランドのファッションショーではほぼバリアフリーなステージを使ってます。つまりステージ、あの床をそのままランウェイにすることが多いんですが、だからこそ線が1本あればいいかなって、その線が折り鶴であればすごい素敵だなと思って折り鶴ランウェイというのを考え考案させていただき、でさらにこれを作ってるのはもう本当に携わってるいろんな人たちが携わってる、私が一人で作ってもこれ何の価値もないんですね。これをいろんな人たち、今回もこのスタッフだったりとか関係者保護者の方々にも手伝ってもらったりして作り上げられてます。今回あのこの折り鶴を並べてもらう作業をしたあのドリームキッズ上町という学童保育 の、 あの皆さんにも平和について話をしながらやったんですね。そうすると折り鶴にを手をつながせて並べるんだということをすごい感動してくれました。皆さん歩きながらどうでした？折り鶴のランウェイを歩く、みゆちゃんどうですか？そうですね、あの皆様の歩いている姿がとても眩しくて、この照明と日差しの感じが相まって、なんか平和ってこういうことだよねってつくづくこう自分で言いながらあの思ったりしてました。そうですよね、なんかこうこういうことでまた新たな平和の発信ができるというのは非常にありがたいなと思いますし、先ほど語っていただける世代に今回は出ていただきたいと思ったというお話をしたんですけれども、実はこうやって見てくださっている方々、今の私たちの世代は本当に被爆にあった一世の方から直接お話を伺える機会を与えられた最後と言えるような世代なのではないかなというふうに感じています。そういう意味においては多分あの三重さんもおっしゃってました、美宇さんもおっしゃってましたが、一世の方々はなかなか語ることができなかったとかいろんな思いがあるんだと思うんですが、よければあの8月9日ご自宅に帰ってお家の中でもう少し平和というものをいろんな世代で考えていただけたらいいかなと思っております。どうでしょうか、あの若葉さん、今日お父さんお母さんも来ていただいてて、実は若葉さん自身はあのご家族も被爆者とかそういうのではなくて、平和というものを教育の中で自分が学んでたから自分も出てみたかったというふうにおっしゃっていましたけれども、はい、小学1年生の時から、平和教育を受けてきて、その中で被爆者の方の言葉や、写真とか被爆直後の長崎の映像だったりを見て、すごくまだ小学生だったんですけど、すごくなんか別の世界、ここ同じ長崎とは思えないぐらい別の世界で、それからすごい平和を意識するようになりましたね。そうですね、あの多分小さい頃にあの皆さん経験していると思いますが、やっぱり自分が知ってる町とは違うあの焼けた町、いろんなものを見た時の何とも言えない思いというのは、私も小学生の頃が最初でしたけれども忘れることができず、そこからどうやってさっき美宇さんも言ってましたけども平和というのを伝えるって、平和のあり方ってって思いながらも伝えていくって難しいですよね。なかなかやっぱりそれを表現できないでいる方たちもいっぱいいらっしゃるかと思うんですが、今日参加してくださった23名のモデルの方とか、またそのご家族にとっていろんな思いができたのかなという気もしますし、最後に歩いてくださったファッションデザイナーになりたい関口舞さん、あの夢を鶴田さんが叶えてあげた、もうこの今の世代で夢を叶えてもらえるって、きっとその原爆にあった人たちは夢もたくさんあったでしょう、だけれども夢を見ることもできなかった、でもこうやって平和を考えるきっかけの中でまたすぐこう夢を叶えてあげたことがね、すごいなと私はびっくりもしましたし、は
はい、そうですね、うん、今回志望動機の中に関口舞さんが夢をファッションデザイナーってすごくシンプルに書いてあった時に私のこの活動っていうのが平和への願いをファッションに込めて発信もしているんですが、やはりこれってなかなか続かないんですね。他の方々、他のファッションデザイナーはなかなか誰もやらない中で、もう自分しかやらないってなると続いていかないって時に、今回あデザイナーになりたいのならなんか託してみようかなって思ったんですね。でできるんじゃないかなと、でデザインをしてみませんかって投げてみたらしますって答えてくれたので、しないって言ったら強引にやらせるつもりは当然なかったんですが、やりたいって言ってくださったので、それならデザインしてみてごらんって話をして、Zoom で打ち合わせをしてました。でそれでデザインを絵に描いてもらって、今回のデザインはもう展望、私はほとんど手をつけてません。ありのままの描いた絵をそのまま表現してドレスにしました。つまりもうファッションデザイナーとしてできるということが証明されたってぐらいな、さらに平和の願いを込められている、こんな嬉しいことはないなと思って、今回ショーのラストに起用させていただきました。いや本当に素晴らしかったですね。それも長崎の鐘というタイトルで、しっかり後ろには鐘を流しながら平和の思いを鐘に込めながら歩いていただく姿というものに、すごくジーンとしました。今日こうやって夢を叶えた、舞さんにとっては今日から新たな平和というものがまた生まれたんだと思うんですが、若葉さんの夢も聞きました。実は女優さんになりたいんだよね。どうですか、今日のこの一歩を踏み出したことが何かきっかけになりそうですか。なってくれたらいいなと思っています。そうですね、この笑顔を誰かしっかりと見てくださっている方がいらっしゃるのではないかなと思います。三重さんいかがでしょうか。これから平和もそうですけども、ご自身の夢、叶えたいこと、平和だからこそできることがあるかと思いますが、いかがでしょう。そうですね、今日は2世ということで当然、高齢なんですけれども、やはり、好奇心をいつまでも持ち続けていきたいなと思ってます。まず好奇心を持って何か動くと、そこに出会いがあって、その出会いからこういう平和への気持ちがもっと強くなるという、そういうふうな思いですので、これからは好奇心を持っていろんな方たちと出会っていきたいです。そうですね、ありがとうございます。ミュウさん最後にいかがですか。そうですね、私先ほど長崎市長さんのお話でハッとしたことがあって、こう平和を語るためには楽しく笑顔にっておっしゃっていたんですけど、本当にそうだなって思って、こう笑顔でいれることが当たり前ではないですし、そのことを次世代につなげていきたいし、私なりにもしっかり努力してこう継承できたらなと思いました。そうですね、意外と笑顔を保ち続けるって、ね、結構大変なことだと思います。今日式典の中でもありました、広島が最初の被爆地という事実によって永遠に歴史に記されるとするならば、長崎が最後の被爆地という歴史に刻まれ続けるかどうか、私たちはこの最後の地にするということを刻み続けなければならないのではないかなというふうに改めて私自身も感じました。それは多分今日この配信を見てくださっている方々、関わってくださる方々、お一人お一人がどのように感じながら日々日々過ごしながら伝え続けてくださるのかなということが大切な感じかなと思っております。パネルディスカッションに参加してくださいましたパネルの皆さん、どうもありがとうございました。それではこの後はまたミュウさんの方へ的をお渡ししたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バトンをつなぎましたので MC 席に戻ります。浅田さん、モデレーターしていただきありがとうございました。そして今日配信を最後まで見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。
来年はぜひこの事態が収束して皆さん気兼ねなく集まれるような世の中になっていることを願っています。キッズ MC のさやちゃん、大賀くん、今日はいかがでしたか？さやちゃんどうだった？今日は8月9日だから、平和について考える日だから、家の中でも平和について考えようと思います。ありがとうございます。大賀くん、いかがでしたか？ファッションで平和を願うことができたので良かったと思います。はい、さやちゃん、大賀くん、お二人とも元気で、私もとっても楽しかったです。本日は誠にありがとうございました。